マジックインキ最初期用、マジックインキ。黒色と赤色。外箱と本体マジックインキ黒色。キャップを外した状態。本体のラベルには、どんなものにも欠ける魔法のインキとある、マジックインキ補充液。マジックインキは、日本を代表する、油性マーカーのブランドの一つである。同製品は、第二次世界大戦後まもない時期に、油性マーカーの日本における講師として、 内田博之の初代社長、内田県民の発案、企画と、寺西科学工業の研究、開発によって生まれた。1953年を発売。発売直後は、販売不振であったが、やがて国民的大ヒット商品として一世を、風靡した。マジックの名称は、日本国内において、フェルトペンの総称となっており、今日においてもポピュラーな製品である。この筆記用具は、 フェルト製の先端部に絶えず、インクが毛細管現象によって供給されるため、各角度による影響を受けにくい。金属、耐油性プラスチック、またはガラス製の軸の中には面に染み込ませたインクが入っており、ここから先端部にインクが供給される。特筆すべきはそのインクで、有機溶剤に溶かし込まれた染料、樹脂は、塗布後数秒から数分で乾燥。 国家する。インクが染み込む性質が極めて高い。また、使用されている有機溶剤には強い揮発性と有害性があるため、蓋を外したままにしておくとすぐに乾いて使えなくなってしまうほか、締め切った部屋で大量に使うことは勧められない。換気が必要である。近年ではこれら危険な有機溶剤に代わって安全性の高い溶剤を使用したり、 速乾性に劣るものの水性の顔料を利用する製品も登場している。なお、寺西科学工業のマジックイン機では発売開始以降一貫してマジックイン機補充液も販売されており、60ml の合成樹脂製ボトルに入れられ、紙箱に入った小型のものから1 8ルの一斗缶に入ったものまである。補充液は一般のマジックイン機を扱う商店では共に、 扱われないこともあるが、文具店などの一部に取り扱いが見られる。同社では、替えのペン先も販売しており、この補充インクと合わせ使い捨てではないリユースで、廃棄物削減、ゴミ問題の軽減に役立つ商品設計と位置づけている。マジックインキの着想は、もともと米、スピードドライ社の発売していた、フェルトペンのペン先を利用した新しい筆記具に由来する。 同社の製品は戦後混乱期の1951年に日本から飛び立ったアメリカ産業視察団に参加した内田博之社長の内田県民の目に留まり日本に持ち帰られた。視察団は日本の産業を振興すべく国内で米国から持ち帰った様々な工業製品の展示会を開いたが、この中で寺西科学工業の初代社長寺西長一が その筆記具に関心を抱いた。しかし、持ち帰られた製品は輸送の途中で、キャップも容器も壊れており、すでにインクも乾燥してしまっていて、構造もインクの成分も不明で、結局寺西が得ることができたのは、内田のアメリカで流行している新しい速乾性の筆記具という話と、どうやら毛細管現象を利用しているらしいという推測だけだった。この当時、日本では、 戦後の混乱が収まっておらず、油性陰気を含む合成樹脂製品を製造する、企業もほとんど機能しておらず材料の調達は難航、加えて当時日本で一般的に流通していた顔料は水溶性のものが主流であったため、得られる素材で試行錯誤を繰り返したという。しかしてラニ氏は、これは必ず時代の主力筆記具に成長すると確信。 研究とともに製造施設の確保に進んだ。当時は樹脂と反応させた特製油性インクのぶとまりは50%を下回るという状況だったという。これを改善するため、染料を絞って天日に手作業で干すなどの創意工夫を続け、またペン先のフェルトはフェルト棒を作る帽子屋から調達するなどした。当時は有機溶剤に耐える容器が限られたため、 ガラスを利用するというアイデアも、この当時に遡る。こうして1953年4月に発売に、こぎつけたが、ヒッキング業界に革命を起こす意気込みで、発売したところ、今度はあまりに革新的すぎて消費者に理解されず、キャップを開けっぱなしにして、インクを乾かしてしまうトラブルからクレームになったり、百貨店などで実演販売してもらっても1日最大2から3本しか、売れず、 宣伝販売員すら、マジックインキの宣伝販売はもうやりたくないと言い出す、始末だったという。しかし発売から4年後の1957年、発売当初1本80円からすでに2度の値下げで、すぐかけてすぐ乾くという性質が一般にも理解され始め、利用者を増やし、漫画家の長崎バッテンが即興で、大きな漫画を一息に書き上げ、唖然とする聴衆に、 魔法の種はこれだ。として、マジックインキを示すパフォーマンスが、新聞などのメディアに取り上げられた。また、同時期には、山下清がカラフルなマジックインキのペンを利用した作品を発表した。折しも高度経済成長期で、大衆も豊かになっていく中で、物流にも変化が現れ、従来は木箱でやり取りされていた。 各種製品が段ボール箱で大量輸送されるようになり、素早くかけてすぐ乾き、雨に濡れても滲まないという性質からこれらの宛名書きなどに需要も増大、1960年代には必要不可欠な筆記具や画材とみなされるようになっていった。2008年度のロングライフデザイン賞を受賞。会一では2007年より、 ソフトタイヤとハードタイヤの2種類のタイヤを1レースで使用することとなり、ソフト側のタイヤの溝に白いラインを引くことになった。タイヤサプライヤーのブリジストンは、白い市販の油性マジックを使って、レースごとに手作業でラインを引いていたが、それを知った寺西科学工業が、タイヤの溝に合うように、極太のマジックを開発し、ブリジストンに提供した。なお、 この溝にラインを入れるアイデアは、モータースポーツジャーナリストの河合和人が発案したと言われている。ありがとうございます。